はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。裏切り者創建軍師龍炎です。さあ本日なんですが、龍炎さんがですね、純正元からですね帰ってきましたということで、これ何億年ぶりでしょうね。本当一生純正元のまんま、もういつ帰ってくんだよっていうね、マスターディルプレイヤーから、一生言われ続けていたんですが、やっとこれから3枚使っていいですよと運営に許してもらいましたんでね。はい、なんで、今日は龍炎さんを3枚ぶち込んだね、創建デッキ、これ何億年ぶりだっていうレベルですよ。本当にもうほんと5億年ぶりぐらいに使います、これ創建デッキ。はい、使っていきたいと、分回していきたいというふうに思ってます。で、このデッキ、本当に久しぶりに使ってみたんですけど、いやまだ強いね、全然強いわ、びっくりした。はい、このデッキ一生強い。これ結構今割とね、ドロバとか流行ってると思うんですけども、鳥獣武者の影響でね、ちょっと落ち着いてきたかもしれないけど、もしかしたら、ちょっと撮影日現在はまだ全然流行ってるっていうか、ランクマレベルだともうほんとバンバン飛んでくるんですよ、ドロバが。ドロバ受けても、結構なんとかなんだよね。なんか、創建ってさ、結構素引きカード多いからさ、龍炎素引いてりゃ普通にバロネス立てるし、しかも、これ龍炎プラス源流族いれば、バロネス立ててから展開できるからね、ニビルとか、ドロバとか全部ケアできるんだけど、その辺の全部カードをケアしながら動くこともできる。もちろん3枚になったからね。3枚になったから。で、さらに、一応その、ドロバ受けるタイミングが、一応、この、竜装権限から入るとドロバ受けるけど、例えばその、爆屋から入った時とかって、もうなんか、関将と、爆屋のドローした後だからさ、もうドロバも遅いやん、そのタイミングって。もうしねえから、サーチとか、創建ってもうその後ね。ゴードンが打つぐらい。だからなんかあんまね、なんかあれなんだよね、ドロバ結構ケアできるっていうか、刺さんない展開も結構あるっていう感じなんで、割とドロバに耐性があるっていうのが結構でかいかなと、個人的には思っていて。でさらにガンマがあること、やっぱそのドロバぶち込まれますよと、流走権限打ちました、でドロバなんか相手ドヤ顔で打ってきます、ガンマっていうこともできるからね。でしかもガンマがさ、レベル8シンクロできるからさ、双剣とはめっちゃ相性いいじゃないですか。アクセルシンクロスターラストも出るし、普通にフレームロードも出るしみたいな、もちろん転移の竜騎士も出るんだけど、こういうなんか8シンクロモンスター簡単に出力できるからさ、なんかドロバイ打ってくれたらよっとみたいなことできるんだよね。だから結構ね、なんか使ってて、あでもなんか全然強くねってなった。はい、で誰一人使ってないと言われている、覚醒の双剣も入れました、一応。はい、これ2個くらい前ですかね、パックビギニングオブネクストジャーニー、なんか2個くらい前のパックで、実装された、ほんと誰一人話題にしてない、カードなんですけども、覚醒の双剣、これね、イラストはマジで好きなんだよね。このフルドリス姉さんがさ、このなんか天に掲げた、なんかそのイカ、なんか神のイカズジみたいな、打ってんじゃん、ババーンっつってね。これなんかイラストめちゃくちゃかっこよくて、好きなんだけど、これどういう効果持ってるかというと、自分のフィールド上にシンクロモンスターが存在する場合、自分か相手のフィールド、墓地のカードを除外できると。はい、強くねっていうね、パッと見。でしかも相手フィールド上になんかそのエクストラデッキから出てきてるようなモンスターがいれば、自分の墓地からシンクロモンスター除外すると回収できるっていう、これ2回使えるんですか、強くないですかみたいな話なんですけど、これね通常魔法なんですよね。これ速攻魔法だったらマジでクソ強かったと思うんだけど、これね、だからね、通常魔法だから弱いのだから自分のターンでサーチして自分のターンに使うことに想定されてるんで、関所でサーチはできるんでね、双剣カードなんで、高校とかから打ったら強いんだけど、先行なんもしねえから、コストになるぐらい、龍炎とか、バクヤの。っていうことで、一応ね、ピン出しして、僕はちょっとこれ使いたかったんで、あまりにもイラスト好きすぎて、入れておりますと、多分ね、なくてもいい、これ。はい、で、あとは、弱体化している部分はね、ゴードンですね、はい。ゴードンが制限カードになりまして、圧倒的弱体化、双剣の本体はゴードンと言われてましたんで、これ1枚だったことで弱体化、したんですけども、ちょっとこの金剣もぶち込んで、言うてね、事故るんですよ、やっぱり、双剣って。爆屋が1枚ショートみたいな顔して2枚ショートなんで、龍炎が1枚ショートみたいな顔して2枚ショートじゃないですか、双剣カードじゃないといけないから、基本的には源流族か。だから、手札を増やすのは圧倒的に強いっていうのと、あと誘発打れる、無限ホイールとかエフェクトベラーとか。打たれた時に、貫通するのどうするかっていう話で、一応ね、方法室から、双剣暗転除外してトークン生成するか、龍炎とか、ビシュダで、相手の妨害踏んでいくか、みたいな感じで考えています。はい。使ってみていただければ分かるんですけども、このデッキね、やっぱね、いいところが2個ある。普通に強いっていうのと、あとね、回し方簡単。そんなに、なんか、むずい展開だとないから、
もう誰でも使えると思うんで、マジでね、あの今現代遊戯王を簡単に楽しめるというところでは非常にいいデッキだと思うから、はい、早速ね使っていきましょう。デュエルスタンバイ。龍炎さんマジ熱すぎて笑うわ、ほんまに。あ、制限カード来た、制限カード来た。これどうしよう。え、これ待って、ちょっと分かんない。これゴードンから打っていいよな。でもドーローバーだとしてもウララだとしても結局ここに打つだろうから、まあさすがに2枚アドバンテージ稼いでからドローバー打たれたいよね、打たれるんだったら。はい、で10枚カードを除外してカードを100枚ドロー。あー、オッケーオッケーオッケー。まあここにウララ打たせる、打たせることできるの強いよな。まあ言うてそんなウララ効かないけどな、このデッキ。はい、でからの優先権移る。増字あるやんこれ、増字あるやんこれ、絶対。うわ、絶対いるわ、キモ。あー、なるほどね、増字があるか。まあじゃあ普通に、まあ石章暗転エンドか、石章暗転エンドくせえよな。 G 飛んできます。まあこれ多分バロネス出しに行ったら G 飛んできてバロネス探検となっちゃうから、多分爆屋から行った方が強そう。うん、俺の判断間違ってないはず。これなんかあれだよね、このゲームさ、だいたいチェーンでなんか何持ってるか分かるじゃん。これなんか変なプレイング発生するよね、たまに。そのなんか、ああ、はいはい、増字あるねってなるじゃん、これ。やっぱそうだよね。まあそれはそうなんだよ。まあ、それはそうなんだけど、これなんかもうちょっとなんかさ、なんつうのかな、こう読まれないような、仕様にした方がいいんじゃねえかなっていう、なんかその変な、謎のその、デュエルリンクスっていうところの砂を系をみたいな発生するからさ、まあ、ボタンオフにしろみたいな話なんだけど、相手が。まあ、そこまでやんねえか、みんな。石章をサーチ入れるワンドロー。これワンドローでなんか増字とか引きてえな。できれば。ちょ、妨害引きて。あ、悪くない。悪くないだろう。まあ、十分でしょ。これ3妨害あるからね。実質。これ G ララ撃たれたけど3妨害あるからね、これね。石章で暗転で無限保有なんで。まあ、十分。しかもなんか高速も確保できるからね、これ。問題ないでしょ、これ。やっぱ耐性があるのは大事だよね、泥場とか増字とかに、今の環境ね。あ、長州武者のせいでひたすらに手札誘発が無限に飛んでくる環境なんで。スモールワールド、あ、残機かな、ザザザ残機ですかね、これね。サーキュラーは結構2体並ぶから割と安定刺さるぞ、これ。安定刺さリング、はい、問題なし、わらし。これわらし経由増字ってこれ何サーチすんのこれ、わからん。え、あ、ちゃうわ、バンキッシュソーラーだったわ。なるほど、了解。いやー、逃げれられるこれ。じゃあ、いや、逃げられるとしてもこれ無効にしなきゃいけないよね、関翔。え、しかもあいつら2体並ばんや、マジかよ。関翔、まあ関翔か、関翔で無効にします。まあ除外するのは普通に流送権限でいいか。これ除外します、無効にしたいです。で多分これバンキッシュソーラー出てきて、あー、はいはい、昇竜拳ね、昇竜拳出てきて、いやこれ無効にしたい。ちょ、ラゼンマジで通したくない、マジでラゼン通したくない。ちょっと無効にするわ、ちょ、だいぶ使わされたけどね。ここで2妨害吐かされるの強い、このデッキマジかよ。無限法要で、まあラゼンが無効になります。これ手札返っても無効になるよから大丈夫だな。え、無効になるよね、墓地行ったとこ立ったりしても無効になるから、手札行っても無効になるよこれ。で、セクション対象になかった、あぶねえ、よかった、オッケー。で、まあバリウスは殴られるわ、多分これ。バリウス打点高すぎんか、バリウス打点高すぎんか、マジでこれ。ふざけんなよ、双剣暗転腐ってやんけ。まあええか、こっからなんかさ、蛇竜みたいなの出てきてさ、展開されるみたいなのは本当に聞いてない。あ、オッケー、巨像ね、ロックオブバンキッシャー出てきて、まあロックオブ、ロックオブ強すぎんだよマジで。ロックオブウォークライ見習え、マジでロックオブの、ロックオブ界のなんかモンスターのくせに強すぎなんだよお前。バンキッシュソウル、スノーデビル来た、スノーデビー、まあ、全破壊飛んでくるかもしれないってことね。何ですかこれは、コンティニューですか、なるほど。いや、こいつ命お気お、ゲームオーバーしろよ。カイザーバリウス、カイザーバリウス、なんだっけ、スノーデビル、あ、不正ある。あ、じゃあバリウスと
あれだ、ラゼンだ。で、伏せがスノーデビルと何か、スノーデビルと X ね、了解。まあ多分無限保養かなんかだろう、多分だけど、これ裏守備マンまで飛んできてたらかなりやばいな。裏守備マンまでガメられてた場合、裏守備マンでもあったら使いそうな気しないでもいいけど、まあ、いや、そうでもねえか。流送権限とりあえず発動して、え、これどっから入ったらいいの、これちょ、わからん。タイヤまだいる、タイヤまだいるね。タイヤから行くか。大霊峰双剣門っていう最強カード引いてるから、流送権限から入ってタイヤ召喚して、タイヤから、まあ、バック踏みに行きますか。スノーデビルは、ドラガイトで無効にできそうなんで、ドラガイト縦に行くぞの構え。6個分バンキッシャー効果いいでしょう。っていうだから、VS モンスター。これね、本当はね、何、メインフェーズしか発動できないからさ、ドロフェとかスタンバイフェーズになんか無効系あればね、ぶち込んじゃうんだけどね、もう。それでもう相手止まるんだけどな、大体。結構。まあ、しょうがねえな。ねえ、ねえもんはしょうがねえ。双剣安定はコストがねえからな、今。うん。なんか謎のドラゴンに、昇竜拳にぶん殴られたからさ、ヘビーボーガーが強いな。ヘビーボーガー強い。まあ、ただ、今ヘビーボーガーとバリウスが確定してるだけ。なるほど。まあ、これ一回タイヤからじゃねえの。タイヤから行って、全部の効果使い回さないといけないよな。多分タイヤ、バクや、龍炎の効果を使って相手の妨害を全部踏み抜いていかなきゃいけないから、まあ、とりあえずタイヤ召喚する。で、タイヤ効果発動したい。タイヤ効果許される。ドクターマットラブなんだっけ、守備力が一番低いモンスターバウンス。一番低いやん、俺。マジかよ。打つしかないか。双剣暗転効果。タイヤをコストに。いや、まあ、後ろだよな、さすがに。今、モンスターで妨害になってるやつ存在しないでしょ。で、ここを破壊する。で、スノーデビルなくなる。で、バリウスと、あ、スノーデビルね。はい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 。で、ヘビーボーガー。あー、なるほど。あー、なるほどね。はい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 、いいでしょう。わかりました。ヘビーボーガー、バリウスが確定。地属性いねえじゃん、相手。地いなくね、超融合か、あぶら。これ、地いなくねえか、相手。これ、熱いな。地属性がない情報、かなり熱くね。ちなみに、地属性がないと、マジで、バリウス君がほんまにゴミって言われてるから。まあ、ヘビーボーガーいるから、敵に行く感じか、これ、多分。多分、そうだよな。そうだよな。いや、これで血引かれたら俺さすがにブチ切れるけどね。さすがに、ここで血を引かれたら俺は本当にブチ切れます。はい、いいでしょう。いや、でもそんなにもう血属性入ってないでしょ、あのデッキ。多分入ってるカードってさ、血属性だったら、なんか、なんだっけ、パンテラちゃんっていうなんか結構、まあな巨乳のお姉ちゃんと、ゾウジフェンリーでも入ってないだろ、あのデッキ。わらしカード入ってんの。ヘビーウォーガー。いや、引かれない、引かれないだろ、これ。さすがにこれ引いてきたらさすがに大パンする。大パン予告で、トークン出る。で、さらにこれのチェーンはバリウスだと思いたい。ですね、ちょっと待ってください。バウンスしに行って踏むか。バウンスしに行って踏んで出させますバリウスを。これ、まあ、バンキッシュソウルモンスターだから、6個バンキッシャーってバンキッシュソウルモンスターじゃないから、6個バンキッシャー戻してなんか特殊化とかできないか だからこれ打ったら多分使ってくれるんだよね。ショウフク君の効果、バウンスしたいです。で、ワンドロー入ります。まあ、これはウララとか言われてももう持続性ないからないこと確定するから、まあ、そうだよね。バリウスが出て昇竜拳って言って出てきて、昇竜拳って言って出てきます。はい、お、かっこいい。相変わらずマジでイケメンだな。で、バクヤでカードを1枚ドローしていく。ゾウジまあまあ強い、遅いだったらめちゃくちゃ遅い、びっくりした。で、承服効果、ここにチェーンがあるかどうか問題。ない。はい、地属性引きませんでしたね。地属性引けんかったろ。おい、おバレスどうした、どうした、おバレスくん、地属性引けんかったんじゃないのそれ。何のチェーンもないけど。ちなみにバレスくんはですね、この1番、あ、2番の効果が、2番の効果発動するとき絶対地属性いるんで、持続性がない場合マジで何もできないんですよ、あいつ。ああ、一人では何もできない、あの男は。まあ、あとあいつは処理ばいいかな。ちょっと待って、天意の竜騎士か。トークンとタイヤで天意の竜騎士に出して、はいはい、効果発動したとき除外するって効果強くね、これ。
これ対バリバンキストールに対してなんかあれじゃない、あのテイのリュクシングマジ爆発強くない？でまあなんかビシダ一応効果増するか、一応はいバンスなんもない、オッケーで、双剣軍師龍炎くんの効果使ってバクヤを切りまして、特殊召喚しましてバルネス出しまーすからの1200番最強勝ち、ういうい、やっぱこのデッキ楽しいな。そういえば思い出したんだけど WCS2023 のあの OCG 部門も準優勝感じたよね、双剣ってこのデッキマジポテンシャルやばいな、一生強いな、マジでマジで一生強いわ。割と誘発受けがいいとかそういうことなのかもしれないな、増字を食らってもなんか、あ、増字ねえのか WCS2023 は。なんか G がないからなんか結構なんか割と得意なんか苦手な誘発がないとかそういうのあるのかな。融合派兵、まあ、楽園ちゃんはもう本当にゆららをぶち込むける、ぶち込めるかどうか系ですね、はい、ぶち込めるかどうか系カルテシア、はい、で一応同時に打ちます、で墓穴打たせます、墓穴打ちます、あ抹殺でした、はい了解、まあ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 問題ない、抹殺問題ない、まああとはまあうららまあうらら、まあ、ここで増字を餌に釣り上げることによってクリティカルカウンターをねかましていくと、楽園はさすがに止まるでしょ多分だけど、ちょっとあんま最近楽園使ってなくてあれだけど、楽園融合に裏打ったら止まるだろう多分だけど、はい、でグランギニョル、あーっとアルバスの楽園だと、アルバスの楽園だと何グランギニョル、おーなるほど、はい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 、なるほどですね、これあれですね、相手楽園融合絶対通せると思ってますね。今アルバスいるんだったらいきなりね、アルビオン行くムーブありましたけどね、アルビオン行ってからとりあえずメラジェットするみたいなね、なんか分からんけどとりあえず舐められてるからちょっと分からせるか、遊戯王ってのはどういうゲームかっていうのがなのか分からせていくわ、うん、指名者2枚持っちゃったら多分はからかるってるな、多分指名者2枚持っちゃったらさすがにはからかるってるから多分コールで止まると思うんだよね。はい、楽融合にうららを打つ簡単なお仕事クリティカルヒット、さすがにクリティカル、これはさあどうする、よーし一応グランギニョルがなんか残ってるからグランギニョルが変身される可能性あるぐらいか、まあゴードン打ってまあうららチェックしますか、まあ、とりあえずね、カードを100枚除外してカードを200枚ドローするカード、え、ちょっと待って、何飛んだ、まあ、リュウエンまだいるか、あんま強くねえな、まあ、でもハカーラ強いかこのデッキに対して、でもあんまだな今このデッキだと、このデッキっていうかこの手札だと、いやーちょっと源流族足りねえなこれ、ちょっとこれどうしよっかな、まあ、バクヤ行くの確定か、でもさすがにバクヤ行くのを確定してこういうララって言われても墓穴から大丈夫で、いや全然ねえじゃん、やっぱ危なモンスターおらんやんほとんど、まあでも言うてあれかタイヤいるから大丈夫か、タイヤいるから普通にシンクロモンスター2体並べられそうだな、はい、でどうしますかと、あグランギニョルですね、なるほどグランギニョル、うーん撃つ、これ打った方がいいか、打った方がいいかもしれない、これ打ってなんか源流族引いてバロネス出していいよな、ちょできればバロネスを出しに行きたいといったところ、これで龍炎さんのコストになれるモンスターを引いてバロネス出して失楽園破壊して、っていう動きができるとありがたいんだけど、アルルワレスできた、うわ何この指名者連打、何この指名者連打、まあしょうがねえか、まあ、ただワンドローはあるなまだ、ルルワレリスだったらこっちだな多分な、なんか結局定位の龍騎士みたいなのとこあるマジで、はい、まあ、ムキムキマッチョおじさん出てきて、でバカなコマでワンドロー、さあどうしますか、ルルワレリスくん効果発動しますか、効果発動すると除外しますよ効果発動すると除外するぞの構え、これ強いよなマジで、定位の龍騎士のいいところ出てる、これいいところ出てる問題発生、あー全然引けん、全然引けんマジで全然引けない、まあでも廃業札がめっちゃ来てるのはいいことで、とりあえずデイの竜騎士の効果使います、
で、メイン2入ります。なるほどね。まあ、8シンクロは縦に行けるんで、とりあえず、竜装権限を発動。いや、竜炎くんちょっとコストがないよ。まあ、ハイヤーオフだから死ぬほどあるから、まあ、あれ、まあ、いいっちゃいいか。で、タイヤ召喚。で、効果発動。で、除外して、トークン出すよ。で、まあ、ガイザーはね、ちょっと一回出さないでいいかなっていう感じします、今。はい。バクヤも使ってしまいましたしね。ルルバリリスは、墓穴打てばいい。で、今、カルテシアは、まあ、かかず帰ってこないか。カルテシア帰ってこない。リソースあんまないじゃん、相手。カルテシア、墓地カルテシア帰ってこない。なるほど。これ、石章で良さそうやけどな。これなんか、楽園融合、打たれることあんまない気がするんだけどな。で、まあ、ちょっと、とりあえず石章でしょ。で、石章、いやー、これ難しいですね。これ、楽園融合打たれるんだったらね、ドラガイトの方がいいんだけど。で、ワンドロー入れる。ここで竜炎とか来そうじゃね。めっちゃ来そう。師匠、お待たせしましたっつって。とりあえず、ビシュダ送っとくか。ビシダのバウンスは強い。いつでもね。いや、これ覚醒の双剣って必須楽園除外ある。まあ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 あるな。いや、まあでも安定でいいか。普通に安定でいいかな。安定で良さそうな気がしますね。はい。というのを考えましょう。法要も安定もあるんで、必須楽園破壊できるから、多分2体並べばね、問題ないんじゃないかな。で、セットして、で、セットとして、で、多分これエンドフェンズルルワリリスって言ってくるから、ルルワリリスの効果、チェーンハカーなのか。はい。で、ルルワリリス効果発動します。攻守が同じ魔法使いと機械属性モンスター出します黙れ強え最強黙れ。はい。で、出てくるモンスターがいないので、とりあえずアイテムターンになる。失楽印がある。あと1枚手札何か。X。何らかのカード。失楽印。アルバスって言われても破壊すればいいもんね。アルバスって言われても破壊すればいい。融合召喚する効果、無効化されないっていうことだけ覚えておかなきゃいけないな。失楽印の効果によって。まあ、石章が一応、無効化持ってるけど、まあ、それだけマジで注意。失楽印たまに忘れんだよな、テキスト。さあ、お前たち困ってるぞ。アルベルか。なるほど。アルベルは止めていいだろ。融合召喚する効果じゃないしな。まあ、無限保養で。さあ、法要から使っちゃうよーん。法要から使っちゃうよーん。やっぱ、石章からよかったか、これ今。石章からよかったけど、そんな。石章どうせコストになるから。暗転の。さあ、どうする。いや、なんならこれで止まりそう。もはや。あ、ですよね。あ、ですよね。ですよね。ですよね、ですよね。ちょ、マジで、タイヤ引け。ないか。あ、もうタイヤもうねえのか。タイヤない問題発生中。やばい。ちょ、待って。これなんもできんやん。アタッカー増えんのやが。やることなくて草なんだか、これ。やることなくて草なんだか、殴るしかない、これ。これ、キル取れてないよな。7個あるもんな、まだ。もうただ、天意と竜騎士の打点だけはマジでやばくなってる。7300。73の天意の竜騎士、なかなか見ないね。あと1000。うわぁ、なんかなんとかなったんかな、今。ちょ、ごめんなさい。双剣エアップすぎてあんま分かってないです。セットしましょう。もう、墓穴しか引かん。指名者しか引かん。もう、世の中の指名者全部引いたわ。世の中の、世界中の指名者全部引きました。あざす。スラクイーン。いいでしょう。さあ。圧倒的カードを1枚ドローするムーブ。なるほど。1枚ドローリングムーブ。これ多分断罪落とす。断罪もういってんじゃん。開幕。なるほど。なるほど。これさ、これ天意の竜騎士で除外したらワンドローも入んないんじゃないこれ。なんか1ハンデスかませられそうじゃないこれ。クロゴリオアルビオンの効果で、開幕を墓地に送って破壊耐性をつけたはいいものの、てかもうこれ断罪1枚しか入ってなかったらもうおしまいだぞ、マルティッキー、これ。で、てか多分断罪に1枚しか入ってないな、多分これ。この動き。さすがに。で、手札1枚と。
手札1枚になってどうしますかって話ですねこれね強いな。はい、なんか龍炎くん全然怖かったけど龍炎3枚になったんちゃうかい。対戦ありがとうございました。ちょ指名者引きすぎ。スモールワールディング、なるほど、残機ですかね。残機、そういえば全然残機じゃねえやなこれ。残機なんかあれだな、最近、あ、アサルトシンクの、はあ、ははあ、は。残機なんか最近また息引き返してるらしくてね、ちょっとまた使ってみるわ。残機、残機というテーマは僕めちゃくちゃ好きなんですけども、もうファイナルシグマが活躍しなくてあれなんだけど、最近の残機はジャンコンバーター、やべやっべやっべ、マジか。これあれか、史上最強モンスター来るか。ジャンクシンクの召喚効果、ジャンコンバーター、なるほど、終わったねなんもね、なんもね、拮抗勝負入れてる場合じゃないこれ。ジャンクコンバータージャンクシンクロンデルジャンクスピーダー、やばすぎる、終わった、ちょさすがにやばい、ちょなんもない、ジャンクコンバーター爆誕して手札なんもないわ、さすがにやばい、拮抗勝負通ります、やばいこと起きてるわ、やばいこと起きてるマジで。ハレスターダストシンクロン、イロハモミジ、どういうこと、全く知らん、なんだこれ、イロハモミジ全く意味がわからない、なんだこれ、闇属性、はい、闇属性、なるほど、なるほど、意味がわからんぞ。ジェットシンクロン、はあ、なんだこれ、強引にアビスかなんか立ててくるスタイルか、はあ、ジェットシンクロンセット、いやわからん、何これ、何これ、どういうこと、イロハモミジどういうこと、ちょ待って、なんか俺の知ってるなんかジャンクデッキじゃないんだけど、何これ、何置き、まあ、とりあえずセイバーで無効とクリスタルウィングで無効、アクセルシンクロスターダストでフリーチェシンクロみたいな感じなんかな。とりあえず強欲で強欲なツボを発動、強欲で強欲なツボ、カードを10枚除外してカードを100枚、あ、うらら決め、通らないか、通らない、通らない、はい、中村通らない、きた、西村ひろゆかない、中村通らない、渡辺通らない、通らない2体だな今、クリスタルウィングシンクロドラゴン、はい、こちらはアクセルシンクロスターラスドラゴン、はい、でスターラスドラゴン、はい、これアクセルシンクロですね、アクセルシンクロー、絡みつく時間振り切って限界までぶっ飛ばして、何ダブルチューニングだと、どういうこと？終わりです。終わり。カラミティマジ強いな。最強だわ。やっぱ禁止だこのカード。いや多分赤き竜来る前に禁止になると俺思うけどね。おお、今のうちに楽しんで使っておくんなら。ああ、これ俺にも自分にも言ってる。